本日はアメリカのワシントン DC にあるジョージ・ワシントン大学のエリオットスクールをご卒業されたはるかさんに特別ゲストとしてお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ジョンズ・ホプキンズ大学に所属しているシンクタンク、ライシャワーセンターのリサーチフェローをしております、はるかと申します。今年の1月に同じくワシントン DC にあるジョージ・ワシントン大学のエリオットスクールのアジア専攻科を卒業しました。はい、よろしくお願いいたします。渡米する前の国内の学部時代について、簡単にご質問させていただきたいんですが、どういった学生生活を送られてましたか？で、大学自体は私立だったんですけれども、学部はですね、国際学部といって、特に英語に力を入れている学部でしたので、私たちがですね、第1期生だったんですけれども、すべての授業が英語なのと、あとは、日本人学生は全員1年間の留学が必須という学部になっていました。で、サークルは特には入ってなかったんですけれども、英語を話すことが個人的に大好きだったので、大学内にですね、イングリッシュラウンジという英語縛りの場所がありまして、そこによく行って、例えばね、そこの私の大学に留学している留学生とかと英語でよく話すことをしていました。で、2年生の後期から3年生の前期まで1年間、交換留学でスペインのデウスト大学というところに留学をいたしまして、国際関係論を専攻していました。大学卒業後、国際関係のもうアメリカではトップクラスのですね、エリオットスクールに進学を志されたわけですが、この理由を教えてください。一番のこの大きな動機となったのは、私が、大学3年生の時からちょうどコロナが始まったんですけれども、その翌年の年の大学4年生の時にですね、私の日本の大学と、あとはワシントン DC にあるワシントンセンターという、仲介機関がありまして、そこが協定しているオンラインインターンシップというのが、ありました。そのプログラムにちょっと興味ありませんかという形で大学から声をかけていただいて、で、そのインターンシップの内容というものが、ワシントン DC でインターンシップを、3ヶ月ちょっとするというようなものだったんですけれども、当時は、もちろんコロナもあったので、ワシントン DC 現地ではインターンシップができなかったんですけれども、東京からオンラインでワシントン DC にあるインターンシップ先でインターンをするというようなインターンシッププログラムに参加しまして、でそこのインターンシップの、業務内容というか研究内容が本当にまさに今私がやっているアジア研究であったりとか、日米関係だったりとかっていうものだったので、就活ももちろんその時は実はしていたんですけれども、就活よりもちょっと大学院に行ってもっとアジア研究を勉強したいということに、なりまして、でそこから大学院を決意したという感じになります。そのオンラインのワシントン DC のプログラムに参加されたということで、じゃあ基本的にはもうワシントン DC にあるエリオットスクール一択っていう感じだったんでしょうかということと、その時に他にどこか出願されたり、比較検討された学校っていうのはあったんでしょうか？第一志望は、ワシントン DC の、内の大学院に進学したいっていうのが一番あったので、卒業校であるジョージ・ワシントン大学に出願したんですけども、他に2つですね、同じくワシントン DC にあるジョージ・メイソン大学という、紛争平和学でちょっと有名な大学院があるんですけれども、そこに出願したのと、あとはですね、日韓関係、アジア研究をしたいということで、韓国の、工業大学にも、出願をしていたので、計3つ出願していました。検討3つされたということで、もうそれぞれの学校のちょっとプロスアンドコンズを簡単に教えてください。じゃあ、私がいた GW からお話しさせていただきますと、ワシントン DC にあるということで、圧倒的に立地がいいっていうのが強みなんではないかなというふうに思います。特に私のような国際関係だったりとか、国際情勢を学びたいという学生にとっては、もちろんワシントン DC は政治の街と言われているぐらいですので、政府機関だったりとか、実はアメリカの資料の中でワシントン DC がシンクタンクの、数が一番多いですけれども、そういう、本当に著名なところでインターンシップができたりとか、その経験がやっぱりその後の就活にもすごく活かせるのではないかなというふうに思っています。で、ジョージ・メイソン大学もですね、DC 市内からはちょっと離れているんですけれども、例えば紛争学、平和学を特に勉強したいという学生にとってはとてもいいんじゃないかなというふうに、思います。最後、韓国の、工業大学になるんですけれども、私はその当時ですね、日韓関係の、勉強を研究したいなというふうに思っていたので、もちろん工業大学は韓国の中でもトップの 著名の大学だと、思いますし、私のその時ですね、やっぱり韓国
から見たこう日韓関係問題をやりたいなというふうに思っていたので、もちろん立地もソウルにあるということではなくて、やっぱり素晴らしい著名な教授の方もいらっしゃいますし、留学生の方もとても多いんじゃないかなというふうに思います。ではここからご進学されたリオットスクールについていくつかご質問させていただきたいんですけども、まあ、出願する際はですね、基本的にはレジュメ、エッセイ、推薦状、インタビューといろいろ対策が必要かと思いますが、これらの出願対策について簡単に教えてください。まず出願全般に関してはエージェンシーなどを使う方もいらっしゃるのではないかなというふうに思うんですけれども、私の場合はそういう出願書類などは全部自分で準備をしました、まあ、というのも、まあ、ちょっとお金がその当時あまりなかったなっていうのと、あと出願するんだったらちょっと全部自分でやりたいというこの人の責任感を負いたいっていうのが当時あったので、そのようになりました。で、そうですね、エッセイ、まあ、その他の書類に関しては、まあ、主にですね、もう私の大学時代の教授の方の推薦状を書いていただいたりとか、主に留学生に英語のエッセイを例えばちょっと添削していただいたりとか、たくさん支援をいただきました。で、大学院調査、まあ、どの大学院にしようかっていうことに関しても本当に皆さん悩まれるかなというふうに思うんですけれども、私の場合は DC っていうことに絞っていたんですけれども、じゃあどんな日本人の方が DC のそこの大学院の中から卒業生として生まれているのかとか、DC のそこの大学院に日本人の方は卒業後どんな進路なのかということまでちゃんとこう考えなきゃいけないなということで、たまたまですね、本当にありがたいことに同じ大学院の過去の日本人の卒業生の方がブログを書いていらしてですね、その方のブログを拝見しまして、その方にちょっとお話を聞きたいですっていうような形で直接メールをさせていただいてお話を聞かせていただきました。で、最後ちょっと志望動機、まあ、SOP に、推薦状等に関してなんですけれども、まあ、推薦状は私の大学 の, 教授の方2名からに、書いていただきました。で、語学スコア、まあ、IELTS の動画も後で、ね、ちょっとまた細かく話させていただくんですけれども、自分でこう準備したりとかっていうのはすごく大変だったんですけれども、やっぱりこう志望動機だったりとか推薦状っていうのは本当にね、人に頼らないと絶対にこううまくいくものではないかなっていうふうに思ってるので、本当に学生の皆さん頼れるところはもう頼る教授の方にたくさん頼っていただければなというふうに思っています。で、次に受験された英語試験ですね、先ほど IELTS と伺いましたけども、そのエリオットスクールの要件4技能プラスその英単熟語の暗記方法を含めて簡単に教えてください。出願の時には IELTS と TOEFL 2種類、出願可能だったんですけれども、私の場合は IELTS を取りました。で、なぜ IELTS を選んだのかっていうところなんですけれども、スピーキングがすごくやっぱり大きな違いがありますので、IELTS の場合は対面ですけれども、 TOEFL はこうパソコンに向かって喋るというような形なんですね。で、IELTS の場合はこう対面で話すということで、私的にはすごくスピーキングはその方が点数が取りやすい、プラスこうやはり人に向かってちゃんとスピーキングをしているっていうことが、私はすごくそれは自分に合っているなというふうに感じたので IELTS を選びました。あとはやっぱ他の方の話とかを聞いていても、 IELTS の方が点数を取りやすいっていうような話をよく聞いていたので、まあ、本当にね、人によって様々だと思うんですけど、私の場合は IELTS を選びました。で、4技能の、勉強の仕方なんですけれども、私はですね、実は大学院の申請を2回いたしまして、で、1回目というのは実は英語能力試験のスコアが足りなくてですね、ちょっと1回目は失敗に終わってしまったんですけれども、当時はそこの家を諦めずに出願を2回したということで、まあ、6ヶ月間ですね、本当にまるで大学受験生のような生活を送っていました。で、簡単なスケジュールを話しますと、まあ、例えば朝、まあ、10時ぐらいですねに、まあ、最寄りのカフェとかに行って、夕方の5時とか6時ぐらいまでその4技能を、まあ、時間配分を自分で決めてコツコツ取り組んでいました。私の場合は本当に、ライティングと、リスニングがすごく苦手だったので、特に2技能をですね、特に重点的に、やっていました。対策としては基本的にはその IELTS の公式問題集、過去問みたいなやつあるじゃないですか、あれを基本的にやられてたのか、はい、なんか他にもテキストとか問題集とか使われてたんですか？私は基本的にお金をかけたくないっていうのがあったので、
4技能すべて、まあ、過去問とかが無料でインターネット上に掲載されているんですね。で、それをとりあえずも調べまくって、問題の数を集めて、それを繰り返しとくっていうようなことをやっていました。で、特にまあ、ライティングに関しては、一回こう自分でお題について自分の回答を書いたものを訂正する前にですね、回答例っていうものが あると思うんですけど、その回答例を丸写し、自分で一回全部書き直して、で、その回答の模範の回答を書いてから自分 の回答用紙をもう一回書くというようなことをサイクリングしていました。でそれをやるとやっぱりこう自分 の書いて一回書いた初回のものをすごく客観的にこう模範回答と、まあ、照らし合わせて比較してみることができたので、それをそのやり方はすごく良かったんじゃないかなというふうに思っています。特に今は英語で検索して、まあ、IELTS ファストエグザムモデルアンサーとか検索するとですね、過去の、クエスチョンだったり、そのモデルアンサーも全部無料で勉強できてしまいますので、皆さんもご参考にされてみてください。最後にですね、そのエリオットスクールに出願に際して、留意点があれば最後に教えてください。私が出願して、いた当時はですね、実は、まあ、エリオットスクールではないんですけれども、大学院によっては GRE または、SAT ですねが、必須となっているところがありますので、まあ、GRE 対策してなかったらどうしようということにならずに、出願の際はですね、早めに GRE が必要であるかないかを、先に確認しておくことを、お勧めします。